最近ミュージック最近 TV を撮る。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。はい、これ自分でハンドスピナーを作ってみたんですけど、まあ浅い知識の中で作ったので、まあ、回るには回るんですけど、まあ何分も回るようなものにはなんなかったんですよ。でその動画のコメントで、結構専門的な方からねたくさんアドバイスをいただきました。でいただいたアドバイスプラスアルファ自分でもちょっと調べてみた結果、いろいろ改善点が見えてまいりました。いろいろ問題点あるんですけど、まず一つ目の問題点としてはこれですね。これ油いいやんとか言って使ってたんですけど、このまあ、クレ556っていうんですかね、この油ね良くないらしいんですよね。で前回これを使って実際最初よりはね回転が良くはなったんですけど、そもそもまずこの油が良くなかったと。まあ、専門的な方からしたら当たり前のことなのかもしれないんですけど、僕みたいなね素人だとまあ油差しはいいでしょうと思ったんですけど、油がねダメみたいなんです。ないに越したことがない。詳しくは後で説明します。あともう一つ問題点、僕こういう形で作ったんですけど、このボルトの向きですね、羽にしているボルトの向きを逆にした方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをたくさんいただきました。これだと内側に重心が結構あると思うんですけど、このボルトを逆向きに接着することによって重心が多分外に来るので、より遠心力が生まれるってことですよね。で今回実際やる改善ポイントとしては、まずベアリングの種類を変えます。はい、前回使ったベアリングこちらです。結構ねサイズが大きいんですよね。これを使ってたんですけど、ほいこれです。一回りぐらい小さいタイプを買いました。ちなみにこっちの小さいやつはスケートボード用のベアリングです。改善ポイントその2、そもそもさっきね油が良くなかったっていう話をしたんですけど、こういう一般的に売られてる工業用のベアリングっていうのはこう中にもう元々ねこう油が結構詰まってるみたいなんですよ。でその油が詰まってることによって回転が良くないっていうことなんですよね。ということで脱脂という作業を行うそうです。まあ読んで字のごとくなんですけど、油を抜くという作業です。それから3つ目、このボルトの向きを逆にするっていうことですね。今日はその3つを改善して、新しいハンドスピナー作ってみたいと思います。これ僕のハンドスピナーボックスね、なんかねだんだん本格的になってきちゃったんだよね。一番上が本体ですね。でその下がベアリングとかボルト、そして一番下はピンセットとかドライバーとかグルーガンの道具とか、まあそういったものが入ってます。それでは作業に取り掛かります。まずはこのベアリングの脱脂の作業からいこうと思うんですけど、こういう風になってるんですよ。でこれのこの部分、なんかゴムみたいな部品ですかね、これを取ります。これをカットカッターでこういう感じでやると、はい、簡単に外れるんですよね。よし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 、オッケー。そうするとほらボールが見えてくるんですよ。実物見るとねなんかテカテカしてんですよね。確かに油が塗られてるんだと思うんですよ。でこの油を取るのに使うのがこちら無水エタノールです。これがいいらしいんだよね。こういったガラスの容器を用意して、その中にベアリングを入れます。でここに無水エタノールを入れていきます。はい、今エタノールに使った状態です。これでこうピンセットとかでちょっとこうよく洗う感じだよね。要はこれで油が落ちるみたいなんですよ。そしたらこれをちょっと取り出して、はい、これまあキッチンペーパーなんですけどちょっと乾かします。さらに完璧に乾かすために、はい、これエアダスター、よし、あ、なんか軽くなったかも。あーなんか音がいいぞ、音が変わった。あ、確実に周りが良くなったと思うこれ。すごいんじゃないこれ。よし、ベアリングも綺麗になったところで同じように作っていきます。ボルトとナットで固定。あーいいかも。はい、ここからは羽の部分をつけていきます。前回と逆向きで。はい、ということで、今周りの部分さらにちょっとグルーガンで補強して一応形は完成しました。うん、黒にしたらちょっとかっこいいな。あとは回るかどうかですね。最近スピナー2号いってらっしゃい。おー、なんか振られるな、振られるぞ、なんかバランスが悪いの。おー、でもバランス悪くてなんか手がぶれるけど、ベアリングは明らかに良くなってる。速度は遅いが比較的回っている。なんかおしゃれなカフェバーにある天井のあれみたいな。ベアリングは明らかに良くなってますね。脱脂をしたことによってすごくスムーズになりました。ただ問題はこれだ、これのバランスが悪い。なんかね手がすごいブレるんですよ、重くて。ほら
手を止めようとしてもね、ブレちゃうぐらいバランスが悪い。はい、今羽の位置を少し変えてみました。まあこれで変わるかわかんないですけどね。これでちょっと一回タイム測ってみようかな。おー、ブレるブレる、頑張れ頑張れ。30秒は行ってほしい。で、結構すごくない？結構良くないか？これ1分いくじゃん。はい、ストップ。なんと制菌2号記録は2分7秒46。すごっ。制菌スピナー2号で脱脂の威力というのがよく分かったので、ちょっと応用してみたいと思うんですよ。これ普通のハンドスピナーです、売ってるやつ。これ値段はそんな高くなくて数百円程度のものです。軽くてそんな回るタイプじゃないんですけど、このベアリングも脱脂を行ったら脱脂する前より回転時間が増えるかどうか、ちょっとやってみたいと思います。さあ、それではちょっとこれ分解して脱脂を行います。これもなんか僕使ったようなベアリングとすごい似てますね。これ意外とね、ベアリング簡単に外せるんですよ。まあ中にはね、外せないタイプのやつもあると思うんですけど、真ん中のとこ開けてみると分かりますね。はい、脱脂完了しました。さあ、果たしてこれで回るかだね。ということなんですが、まあ、今回の一番のポイントとしては脱脂ですね。これが非常に重要だということがよく分かりました。いやー、それしてもね、セイキンスピナー2号非常によく回ってよかったです。まあちょっとバランス悪いけどね。それから普通に売ってるこのハンドスピナー、こちらも脱脂をすることによってタイムが伸びました。もともとよく回るハンドスピナー、これはまあもともとかなりよく回るちょっといいものなんですけど、そういうものは無理に脱脂とかやんない方がいいとは思うんですよ。元の状態がいいんであれば、逆にねダメになってしまったら困るので、まあそのまま使う方がいいと思うんですけど、まあもしも今自分が使ってるハンドスピナーが全然回らないという場合は、ちょっとベアリング外せるんだったら、その脱脂の作業をやってみるのもいいかもしれませんね。グリスがたっぷり入っちゃってる場合だったら、脱脂すれば多分すごいよく回るようになると思うんですよ。いや、こうやってみるとハンドスピナーって奥が深いですね。はい、今日はこんなところにしたいと思います。またお会いしましょう。 See you next ハンドスピナー。ないけど You are head up, so keep your head up. 恐